おいおいおい彼は初出場で見事男子シングル銅メダリスト。これは違うな、かわいいですね。最もこういうことをしなさそうなタイプだと思ってましたけどね。地肌に書いてるだけですか。そうですね、裸ですね。バナナ。やはりこういうのは普段こう遊びの中から作るものなんでしょうかね。そうですね、やはりあの日頃練習の中でもこう少し遊びがあるとこういうところへこう持ってくるためのまたアイデアが生まれてきますよね。彼はウルマノフさんとかと同僚ですよね。そうですね、同じ先生で一緒に練習してます。一緒にこういうのふざけてやってるのかと思うと想像するだけでおかしいですね。小川さん、裸で泳ぐのはなかなかないでしょう。ないですね。これ本当に寒いですよ、多分。これ、いや佐藤さん、これリンクサイド本当寒いですもんね。いや本当に楽しませてくれました。スイスの会場も大笑いでした。